港観光バス株式会社は、兵庫県神戸市東灘区の六甲アイランドを拠点としてバスを運行する事業者である。同じ兵庫県の南淡路市にも同名の事業者が存在するが無関係である。特に三宮駅周辺では乗り場こそ違うものの両社のバスが発着するため、5条に注意が必要。運行本数等の情報は、 2021年1月31日、現在のもの。特別な減便ダイヤなどは反映していない。詳細なダイヤは公式サイトを参照。一部の路線ではバスロケーションシステムを試験的に導入しており、公式サイトでバスの現在位置を確認することができる。六甲アイランド内ではアジアアンセンター行きの停留所には発車時刻が掲示されていない。また、 六甲アイランド外の停留所でも方向ごとに名称が異なる場合がある。なお、路線によって先払い方式と後払い方式が混在している。支払いは現金、回数券、定期券のみで交通系、IC カードは一切使用できない。131系統六甲アイランドと阪急三陰駅を結ぶ路線。本数も平日20分間隔。 休日30分間隔。車両にはショートボギの中型バスか小型の日のポンチョが充当される。六甲アイランド内の神戸ファッションプラザと JR 住吉駅を結ぶ。運行開始当初は直行便として運行されていたが、2020年11月1日より六甲アイランド内の一部停留所で乗降が可能となった。本数は平日のラッシュ時は15分間隔。 その他の時間帯や休日は30分間隔。運賃は220円。2020年8月26日運行開始。森北町どんぐりバス、神戸市東名田区東部の鉄道駅と、その山側に形成された森北町の住宅街を結ぶ路線。2012年7月24日から同年10月27日までの3ヶ月間、限定運行として運行された後、 翌2013年中に正式運行を開始した。平日のラッシュ時のみ40分間隔で運行を。その他の時間帯は126系統を利用する。126系統が同区間を走る。JR 六甲道駅、阪急三影駅、阪急岡本駅、JR 湖南山手駅、東山プラザを結ぶ路線。2020年8月1日運行開始。本数は、 終日40分間隔。JR 港南山手駅、東山プラザ前は123系統と、同区間を走る。JR 港南山手から、宿川グリーンタウンを結ぶ路線。本数は、平日20分間隔、休日40分間隔。22系統んの宮を起点に、ハーバーランドや神戸市北区の桜森町バスセンターを結ぶ路線。 モザイク前まで乗り入れるものが22系統、その他が211系統となる。211系統は21系統の後発エリアを分割する形で、22系統は従来の運行区間から桜森町バスセンターまで延伸する形で、それぞれ2015年1月31日より運行を開始した。22系統については2013年4月24日より、 設定され、同日の改正までは、ハーバーランド便と称していた。いずれも三宮地区では、ミント神戸前のバスターミナルには入らず、阪急神戸三宮駅の北側にある、三宮山手停留所に発着する。また、運賃は、先払い方式となるので、それぞれ注意が必要。三宮山手、桜森城バスセンター間の所要時間は、最短で27分。 211系統、平日のラッシュ時は20分間隔、平日のその他の時間帯や休日は30分間隔。22系統、平日は3本、休日は4本運行する。当社が2002年9月に路線バス事業を開始した当初から運行されている、サイコさん。日光、シティバスとの共同運行。当社担当便は30分間隔で運行される。 ただし、平日、休日ともに、日中は、本数が間引きされ、当社担当便が1時間あたり1本減り、毎時1本となる。日光、シティバス担当便は朝夕を中心に、数往復運行される。車両は、基本的に大型バスが当てられるが、時折中型車が使用される場合もある。2012年7月14日からは、三宮、新神戸、 桜森町バスセンター便の路線名で、神戸三宮から新神戸トンネルを経由し、神戸市北区の桜森町バスセンターまで延伸された。2015年1月31日より、神戸三宮、桜森町バスセンター間は211系統として分割された。なお、当路線の未定期券の設定がない。坂バス、神戸市長久西部の鉄道駅と、 マヤ山陸を連絡する路線。2012年10月26日から同年11月25日までの1ヶ月間、社会実験として期間限定で運行された後、2013年4月27日から正式に運行されている。社会実験時は朝と晩以降が20分間隔、昼間は30分間隔で運行されていた。現在は終日20分間隔で、 マヤケーブルのダイヤを考慮したダイヤ設定となっている。岩屋地区を経由する便は100分間隔となる。車両は日のポンチョが使われている。JR マヤ駅や新興記念病院を経由する時間帯もある。2005年1月23日より運行開始。東灘交通市民会議で市民の合意を得て事業者関係駅の枠を乗り越え。 補助金に頼らぬ持続的コミュニティバスとして運行されている。運行は概ね20分間隔。車両はマイクロバスが中心であったが2007年6月より日のポンチョの前後、扉仕様も新規に投入されている。ごく一部の走路が同じ31系統を称する神戸市バスの31系統と重複する。2020年12月17日より、 運行開始。神戸市兵庫区に本社を置く、株式会社神戸松田の社会貢献の一環として運用され、当社は運行を担う。2022年5月末に運行を終了する予定。平日の8時30分から17時頃まで30分間隔で運行され、平日のその他の時間帯や休日は運行されない。車両は一二人乗りハイエースが充当される。 当社が2002年9月に路線バス事業を開始した当初から設定されていた路線で六甲アイランドと阪急岡本駅を直行で結んだ。平日の朝夕ラッシュ時に20分間隔で運行され、車両はマイクロバスが充当された。2009年頃には期間限定で阪神バスの江南学園前停留所に朝2便、夕方3便が停車した。 2014年10月10日限りで運行休止、2008年3月に運行開始、六甲アイランドから阪神三陰駅を経由し、阪急岡本駅方面まで結んだ。この当時、山手幹線が芦屋市内でほとんど開通していなかったため、岡本便として阪急岡本駅南側から一つ東に行った、本山北町三丁目北止めとされた。 当初の運行間隔は平日20分置き、休日25分置き。その後、山手幹線が全通したことに伴い、2011年7月24日に宿川グリーンタウンまで路線延長され、足や宿川便の故障が使われるようになった。運行間隔は平日20分置き、休日30分置き。夜の時間帯には阪急岡本駅。 南側止めの便が設定された。2017年12月16日の路線再編で、運行区間が六甲アイランド JR 和屋駅北側に短縮され、さらに、後日の13系統と統合する形で、阪急三陰駅南を新しく経由することになった。利用者の減少に伴い、2020年7月31日、限りで運行休止。休止直前には、 平日は、毎時1から2本、休日は、毎時1本にまで減便されていた。運行開始時点路線延長時点路線再編時点2008年3月12、12系統とともに運行開始、六甲アイランドから阪神三陰駅を経由し、阪急三陰駅まで結んだ。12系統の補完的役割を担い、平日は、毎時2から3本、休日は、 毎時1から2本の間隔で運行された。現行の131系統とおむねルートは変わらないが、唯一の相違点として、等路線は平成記念館前を経由した。2017年12月16日の路線再編にて、12系統と統合する形で運行休止。その後、12系統の減便に伴い、補完的役割を担う路線として、 現行の131系統が新設された。2014年8月25日運行開始。以前より運行されていた森北町どんぐりバスの新たなルートとして森北町と JR 六甲道駅を結んだ。車両は当初よりマイクロバスが充当されていたが、しばらくして日のポンチョが投入された。本数は朝夕ラッシュ時に合わせて8往復。 現行の126系統に路線再編される形となり、2020年7月31日限りで運行休止。ありがとうございます。